教室から。ちょっと男子、女の子に何してんの。やめて。良いではないか、良いではないか。綾瀬花火、12歳。最近の悩み、それは男子がエロい。金も男同士で何してんの。女子に近づかないで変態。近づくなって言われたら近づくもんねの悪いけど、むやみに触んないでくれる。タカオ、うん、タカオくん、タカオくんなら近づいていいからね。そうか、誰かの新ラブコロが出ました。タカオとカレカノになって結構経つのに、いつまでからかわれるんだろう。俺とカレカノ、誰が。私ごめんごめん、嘘だよ。もうびっくりした。タカオの彼女になって1ヶ月。正直付き合うって何するのかよくわかんない。先生悪いけど、むやみに触んないでくれる。タカオくん、大人っぽくてクラスのバカと大違い。タカオココア、悪くないわ。あの、ココアちゃん、タカオは私の彼氏だからね。今、試練の時。タカオくんとココア、運命の二人は様々な間違いを犯して結ばれるの。こんなチンチクリンが彼女なんて何かの間違い。よりによってなんでこれ。うんうん、これ。でも確かに、タカオは私のどこが良くて付き合ってるんだろう。ちょっと、ん、ゆいちゃん、ブラ透けてる。嘘。ゆいちゃん、もうブラしてるの。大人だ。本当だよ、私まだスポブラだもん。さ、最近増えたよね、ブラしてる子。ブラ族こんなに、いつの間に。私まだだよ、恥ずかしいしまだ早いかなって思って。でも肩からブラヒモ見えたら大人っぽくない。わかる、それ。嘘、恥ずかしいよ。でもさ、ブラつけるタイミングなんて人それぞれだから、必要だと思った時にしたらいいんだよ。にしても、花火ちゃんのシャツは子供すぎるよね。え、これ可愛くない？レギュラーで着てるのに。下着が子供っぽいとか、考えたこともなかった。最近男子みんなにあれしてくるよね。マジキモいし、信じらんない。キモすぎ。今何した。え、男子そんなことしてたの。女子みんなにしてるよね。先生に言おうよ。あの、実は私されたことないです。されたくはないけど、男子でさえ胸触られたんだよね。あれ、つまり私の女子力って綾瀬。あいつら悪さしてるって大丈夫？うん、平気。もしかして走ってきてくれた？危険だからあんまり近づくなよ。うん。それか、そばにいたら助けられるから、目の届くところにいろよ。ゆいちゃん、お願いがあるんだけど。任せて、可愛いブラ選んであげるから。お願いします。あ、これ、お
お姉いつもつけてるやつだ。おっきい。お姉さんスタイルいいよね。そうなの、自慢のアレム。お姉、お客様、サイズを測りいたします。いや、うちで測ったね。しかし測る位置を間違われる方も多いんですよ。いやいやいや、恥ずかしいし。ブラはサイズが命でございます。試着室1名様入ります。花火、助けられなくてごめんね。無事を祈ってサイズを測りいたします。大丈夫？鈴木さん、このお店で一番小さいサイズ持ってきて。言わないで。二人とも大丈夫？じゃなさそうね。どんなの買ったの？あ、すごい可愛い。花火に合いそう。ピク、ゆいちゃんが選んだんでしょ？センスいい。ピク。あ、生き返った。サイズを測りいたします。似てる。すっごい恥ずかしかったけど、すごい女の子になった気分。急に降ってきたね。傘持ってきてないんだけど。あれ、花火、昨日のブラは？まだ乾いてないの。初めて着るから洗ってくれたの。明日には着られるの？うん。どうしたの？おお、女子、あれ見ろ。一年が雷怖くて動けなくなったみたいで。ちょっと泣いてんじゃん。早く助けなよ。でも雷落ちてきそうだし。男でしょ。やばいって、早く男子行って。先生、先生呼ぼうぜ。花火？どうしたんだよ、そんなに濡れて。いや、体が勝手に。風邪ひくぞ。タカオくん優しい。面倒見いいよね。なんか花火と結構お似合いかも。あれ、花火ちゃんまだブラしてないの？雨に濡れてシャツ透けちゃってるよ。やだその格好、ココアなら耐えらんない。うわぁ、綾瀬恥ずかしい。露出狂ですか？つうか、シャツかきくせ。恥ずかしい？助けに行かないで人のことバカにしてる、お前らの方が恥ずかしいだろ。乗って。いいよ、濡れるし。いいから、前隠れるだろ。いないな。これ使って。ありがとう。綾瀬、大丈夫？先生呼ぶとか傘探すとかいろいろ方法あったよね。体操着濡らしてごめんね。いいよ、どうせ考えるより先に動いてたんだろ。ごめんなさい。明日には大人になるので。お、明日？ブラするとは言えない。いいよ、無理しないで。綾瀬、いつも自分のことは後回しで、人のために頑張ってるだろ。綾瀬のそういうとこ好きだから。あ、何？いや、タカオ照れてるから顔見たくて。言っただろ、あんまり近づくなって。他の男子はでしょ、タカオは危なくないかなって。そんなことないよ。そろそろイチャつき終わんねえの？
職員室どこだよ。隣の校舎だよ。チンチクリン、私ですか。お前どこかで花火、お前花チャオコミックス12歳大好評発売中だよ。